えこんにちは黒田和ですす今日もごご視聴あありがとうございますまあ、やっぱり自粛中でねお家で練習したいっていう方が、えー、たくさんいらっしゃると思いますし僕もいろいろパチカの練習とかこれやってますね。えー、パチカはまたちょっとまた今度やりたいと思いますが、えー、まずはこう家で自宅でこういったもので練習する時にまあこれでだから、えー、一番上手くなるっていうのはもうアクセント移動しかないんですよ。表情をつけるには もうアクセントだけでこうやってリズムもできてしまうし、えー、こういうなんかこうグルーブ感も出せるしであの表情もすごく出るんですねだからこういった練習をするのが一番よくてこういうだからアクセントのようですねまあ今日は全く、えー、01の方から、えー、のためにアクセントの基本をやっていきますまずその4種類のストロークがありますまずこれフルストローク で、タップストロークフルストロークは、えー、90度ここのダメに対して90度からこう,こうねでタップストロークは7センチ以内これはうちのあの菅沼後藤さんのところでは7センチ以上上げたら殴るって言われましたね、えー、はいこういうことねこういうねでえー、要は アアククセセンントトとノーアクセントを高さで変えたいってこと、ね、音量はね、まあ、90度以上とタップするとそしたらこれをつなぐのがダウンストロークってやつ、ね、高いとこからいってで次アップストロークっていうのはこれが一番人為的ですこっから下に落としてあげるこれだからすごくこうなんて言うんですかね 噴水のポンプみたいな感じ要はだからこれをこれで組み上げておくからあとは落とせるみたいなだからアップストロークとフルストロークさえ考えておけば、えー、必ず上手くなると言われていますなのでこれを考えてやっていきますねでそうするときに足がポイントなんですが足は四分歩をこうまあ一応この譜面では二分音符にしたのででもインツーで考えて。 2分音符でゆっくり考えてダウンタップタップアップ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 こうねえっとこれは意外とできると思いますダウンタップタップこのアップ早くしておかないとこれよくなるんですがダウンタップタップアップダウンタップタップアップ慌ててあげると音が硬くなってしまうのでダウンタップタップアップ もうダウンタップタップアップダウンこういうことねでこれを足をちゃんと踏んだまま今度2個目にずらしますその時はアップダウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンタ,プタプップタップ,タプはいこれすごい大事ですこれ結構みんなできないんですけどすごいこのイメージ的にはですねえっと踏んだらパカって開くゴミ箱あるじゃんなんかこう ポンっってて踏んだらパ開くやつねあれあのおうちのんかこう台所とかにありそうな感じですねあれをイメージしてもらうとアップダウンタップタップアップダウンこうあの足は下に下がるのに手がアップするからうまくいかないんだけどこれをアップってやるときにこうあのゴミ箱を踏んだら開くみたいな感じ34アップダウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンタップ そしたら次はタップアップダウンタップ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 こうね次最後はタップタップアップダウンタップタップアップダウンここで皆さんよくなるのがタップタップアップダウンが足がついていっちゃうついていかないようにタップタップアップダウンタップタップなった後にタップタップアップダウン足タップアップダウンタップタップ タップタップアップタップタップタップアップダウン、up, tap, tap, up, これをやっていただく。これが非常に大事です。で、左手もタップとップウンタップタップアップダウンタップタップアップダウンね、アップダウンタップタップアップダウンタップタップこうね、タップアップダウンタップタップアップダウンタップタップタップップタップタップップ はい、ここまでを練習でできるように片手でできないと両手は絶対できないのでそしたら今みたいに1個2個3個4個っていう風にずれていくものをこう右手からいきます。今度は両手になると右手はこうなります。で右手とみ右手のこの間に全部左手ではタップが入る。 ただそんだけのことなんだけど結構できない。ダウンタップアップタップダウンタップアップタップこの時にすごく良くなる間違いがダウンタップってやった時に右手上げちゃうのね。ダウンせっかくここで下げてるのにダウンタップってやったら上げちゃったらこれは高さが上がっちゃってるんでこれはタップストロークにはならなくなっちゃうのね。だからダウンタップってやった時に右手は我慢でアップしてタップ。 タップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップタップこうね次はえーアップ今度は先3番やります今度は右手はアップダウンアップダウン足と足との関係を覚えてねこれだからさっきのあのあれと一緒えー開くコンビ箱ねアップダウン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 これちゃんと覚えてください それの合間に左手が入れますアップタップダウンタップ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 ,ップ,タップ,タップこうね、えー、これをうまくやるとこう最後のところから元に戻るとかフルストロークがかかるんだけどここはちょっとまた、えー、別のやつでやります。なので でもこれだけでもリズムが全然作れてしまうので非常にいいと思います。これを練習してください。次左手ね。左手の場合は足との関係を先を覚えたいので右足と左手を練習します。タップダウン、えっ、ー、と足ダウンアップ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 これね足ダウンアップですね。でよくなるのはこの 2個目のアクセントの時って裏拍で左手を上げるの難しいんでギリギリに右手の1個目たたいた時に手を上げ始めるとここだけ音がきつくなるのねだって速く上げて速く下ろしてるからそれよりはこう,こう,こういうたたき方じゃなくてゆっくり上げてゆっくり上げ下ろしたいから。 タップダウンタップアップタップダウンタップアップタップダウンタップアップこの16音符の4個目でちゃんと上げれてれば音はきつくならないだからタップタップダウンタップアップタップダウンアッッププタダウンアップタップダウンアップタップダウンアップ右足と左手だけで練習しますできたら右手をめるタップダウンタップアップ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  こういう風ですねそしたらえっ、ー、と今度は左手も同じ左手の4つ目も一緒で足アップダウン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 ,ダウンこれですそうするとタップアップタップダウン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 そうするとこの4種類の、えー、アクセントが1個目2個目3個目4個目 これをきれいにできることねでともするとみんなこうアクセントのノーアクセントのところが7センチ以上になるんでそうすると菅沼孝孫さん,さんが現れてバーン殴っていくんであの殴られないようにしてくださいね。こっちで見ると分かると思いますが。 のアクセントが7センチ、えー、スクールによっては3センチっていう厳しいところもありますがまあ僕は7センチぐらいでいいんじゃないかなとは思いますで、アクセントはしっかり角度が上がることねというふうに、えー、1個目から4個目のアクセントをしっかり練習してください次回これをつなげていく練習をしたいと思いますのでアクセントの練習の第1番でございました というわけで、えー、本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとか、ためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ、 メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします3大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした